皆さんこんにちは、衆議院議員の安藤博史でございます。本日もご覧いただきましてありがとうございます。この収録は5月の26日の火曜日に行っています。これ、1時半頃収録をしているわけですが、まさに今日の午前中にですね、自民党の政務調査会全体会議というのが行われまして、ここで本年度の第2次補正予算についての議論が行われました。まあ、残念ながらですね、この紙には予算の額が全く入っておりませんで、文章のみでこういう項目をやりますよということの説明しかなかったんですね。金額が入っていないもんですから、いいとか悪いとか、そういうことが言える状況ではなくて、しかし我々はですね、真水100兆円の補正予算が必要だということで提言をしてきて、そしてこの提言には、自民党の議員81名の皆さんが賛成をしてくれた。このことをですね、やはりその場の会議の場でも申し上げて、そして昨日の総理の記者会見ではですね、第二次補正も100兆円規模ということを発言をなさっていますけれども、第一次補正も100兆円超えのですね、最初は108兆円、最終的には114兆円になったわけですが、しかし、真水が少ないということで、徹底的に批判されたわけですね。これは膨らました予算であるとかですね、衣だけの天ぷらである、中身がほとんどないじゃないかというふうに、すごく批判をされたわけです。したがって我々二次補正のですね、提言に向けては真水で100兆円ということを言ってきたわけですね。これがやはり、真水が必要なんだと。そして真水でどれだけの金額が積めるかということを国民の皆さんはよく見ているということはですね、さすがにこれだけ皆さんにも真水100兆円と言っていただいたら伝わってきてると思うんですね。で、特にこの週末のですね、世論調査、内閣支持率が非常に落ちました。 30% を切ってですね、いよいよ危険水域に入ってきたという状況です。やはりこれはこのコロナウイルス蔓延に対するですね、さまざまな対策が信頼をされていない。それ以前にもいろんな事件がありましたけれども、それでも支持率がそんなに落ちることなく、そして落ちたとしてもすぐに回復をして 40% 以上キープしてきたのが今回の内閣のですね、特徴であったわけですけれども、いよいよ3割を切ってまいりまして、そして、検察庁の方の改正案というんですね、一つのきっかけがあったにせよですね、この検察庁法の改正案 がきっかけでなんでこんなに落ちたかというと、やはりそれまでのさまざまな不満とかですね、そういったものがいよいよ表に現れてきた。特にこのコロナショックに対する対応がですね、非常に後手に回っていると、そういうことが国民の皆さんに明らかになってしまったということが一番大きな要因であろうと思います。特にこの蔓延をいかに防ぐかというのは、これは世界各国も非常に手探りでですね、誰もどの国も答えを持っていなかったわけです。したがって何をやっても批判をされるという状況であった。これはですね、少し政府も気の毒だなと思う部分が私自身にはあります。PCR 検査がやると言って全然やっていないではないか、そんな批判もずっと受けていました。しかし蓋を開けてみるとというか、まだ終わっていませんが、最終的にはおそらくこのコロナウイルスによる死者の数はですね、今800人ほどになってしまいましたけれども、しかしそれでも世界の中でも少ない、それから致死率も非常に低い状況で抑えられているわけです。これはですね、以前にもこの番組で申し上げたかもしれませんが、日本のもともとの衛生状態の良さ、基本的に街は清潔ですし、それから
水道がですねきちんと行き届いている、まあこういう我々が当たり前に思っていることが世界各国では当たり前ではないんですね。したがって、世界ではあれだけ広がってしまうけれども、日本では水道が整っていますから手を洗ってくださいと言ったらみんな手を洗える状況なんですよね。で、手を洗うことによって相当このウイルスの蔓延というものを防ぐことができる。まあそこで、さらに経済的な自粛というものも行いましたから、まあこれだけ、亡くなる方の数は非常に少ない数で抑えられたのかなと。さらに日本には国民皆保険制度というですね、誰でも気軽にお医者さんに行けるという世界にはない仕組みがありますので、まあこれも非常に功を奏したんではないかなというふうに思います。まあ今回は特に医療関係の皆さんはですね、いろんな危険を感じながらも懸命に医療崩壊を起こさないように努力をしていただきました。このことには非常に感謝を申し上げたいと思いますし、まだ終わってはいないとは言うもののですね、一応緊急事態宣言も昨日解除がされて、まあ、なんとか医療崩壊を起こさずに、そして亡くなる方の数も、まあ、世界に比べれば少ないところで抑えてきたと。まあ、ここはですね、政権としてはまだ終わってはいないと繰り返し言いますけれども、おそらく将来は評価をされるのかなというふうに思います。しかしやはり経済的なダメージをですね、本当は防げるのに、これを防ぐことができなかった、まあ、これが一番ですね、この内閣支持率の低下にの原因になったのではないかというふうに思いますし、そういう意味でもこの第二次補正予算で真水でどれだけ詰めるかということがまさにこの内閣の命運を握っていると言っても過言ではないだろうというふうに思います。私も午前中の会議ではですね、これ支持率が落ちたことと、それからこの真水でどれだけ詰めるかということがこの命運を握っていますよという話はしてまいりました。まあ、そんな中でもやはり持続化給付金、まあ、これが新しくできた制度であるわけですけれども、これの大幅な拡大をして、そして以前から言っていた企業に対する粗利保証、これに充当できるだけの大幅な予算の拡大が必要だということを申し上げてきましたし、まあ、それをやることによって今仮に融資を受けている企業もですね、持続化給付金を大幅に拡大をして、このお金を得ることができれば、その融資を全部返済することができると。まあ、つまり、元の経営状態の、経営の体力を持った状態にですね、回復をすることができるわけで、そういう状況になっていけば、このコロナの後のですね、経済状態、日本経済の再生にはものすごい力を発揮をしてくれるわけですね。ところがこれをマイナスのまま放置をしてしまうと、もう元に戻すのにエネルギーがいるということになるので、とても V 字回復どころではないということになります。したがってこの持続化給付金の大幅な拡充が必要だということを申し上げてきました。そして、まあ、今自民党の中ではですね、こういう個々の政策で、予算を取ることも大事だけれども、合わせて予備費を大幅に積んでおくべきではないか、まあ、そこに集中して予算の獲得をしようというふうなですね、まあ、今そういう空気感になっています。まあ、私も含めてですね、今回予備費を大幅に積むべきだと、そして自民党から先週政府の方に提出した第二次補正予算に関する提言でもですね、一番上に予備費ということが書いてあるわけですね。これ第2波第3波のコロナウイルスの蔓延が来た時にも対応できるように、そして6月の17日が一応国会の会期末ということになっていますから、国会がもし閉じていても予算がの枠があってですね、機動的に対応できるように、そのためにもこの予備費が必要だろうということです。まあでもこの予備費の枠もですね、私は50兆円というふうに申し上げてきましたが、まあ予備費の枠もこれ人によっていろんな温度差がございます。まあできるだけ大きく積んでいただいてですね、そして、持続化給付金もはじめ、地方の臨時交付金等ですね、自由に使えるお金に振り替えながら、国民の皆さんの生活を守ると。
そういう方向に、予算をですね、十分に組めていけたらいいなというふうに思っています。まあ、いずれにしろ明日はもう閣議決定をするということです。まあ、残念ながら我々には明日にならないとですね、もう数字が知らされないという状況ですし、まあ、そうなると、まあ、明日数字が私頃知った頃にはもう閣議決定をされるという状況ですから、まあ、どのぐらいの規模を積んでもらえるのか、まあ、あとは幹部の皆さんにですねお任せするしかないわけですけれども、できるだけの額を積んでいただけるように今まだいろんなところでですね働きかけをしているところでございます。まあ、皆さん方もですね、緊急事態宣言いよいよ全国解除になりましたけれども、まだまだいろんなご不便をお感じだというふうに思います。まあ、本当に、いろんなところで、政府の施策が足りないところはですね、政府与党の議員の一員としてお詫びを申し上げなきゃいけないなと思いますけれども、まあ、これからですね、コロナ後に向けて、しっかりと安心していただけるような政策の実現にまた取り組んでいきたいと思っておりますので、またご支援をよろしくお願いをしたいと思います。本日もご覧いただきましてありがとうございました。